い、皆さんこんにちは、こんばんは、キーちゃんでございます。今日はですね、ドスッピンで申し訳ございませんなんですけども、実はですね、こちら YouTube のね、貼ってあるこの Yahoo のメールの方にですね、ご連絡いただきまして、あるものを紹介して、メイクをしていこうかなと思いまして、ドスッピンでございます。メイクブラシなんですけども、とっても良さそうなので、こちらを実際使いながらメイクしていこうかなと思いまして、今すっぴんでございますので、興味のある方は最後までご覧になっていってほしいと思います。はい、こちらのチャンネルでは、アラフォーの私がですね、これ試したい、あれ試してみたい、これいいんじゃないか、そうだメイクしようというね、美容を中心としたチャンネルになっております。誰か一人でも参考になれば幸いです。それではスタート。はい、今回はね、提供動画ということでですね、そちらを紹介していきたいんですけども、メイクブラシが2点ですね、14本入りのものになっておりまして、こちらね、袋に入れられてきたんですけども、まあ詳しくは、下の概要欄にね、2本とも載っけておくんですけども、14本入りで、1つがシルバーで、1つがね、グリーンになっております。2つともね、同じ感じのブラシではあるんですけど、こう持つところの色が違うっていう感じでございます。持ち歩きのケースがついております。こちらはグリーンかな、グリーンの方です。で、こんな感じでね、こういろんなブラシがついておりまして、こんな感じなので、これをね、実際使って私が感じたこう感想を言いながら、メイクをしていこうかなっていう動画に今回はなっておるんですけど、出してみたんですが、こういう風にね、ちゃんと広がらないようにこうね、よくついてるやつなんですけど、まあこんな風にね、入ってきました。ふわふわなんですよ。で、肌に乗せた感じも全然チクチクしなくて、柔らかいからすごく気持ちいい肌触りなので、まあ、メイクしてる時も不快はないかなっていう感じでございます。あんまりこういうの私は使わないんですけど、こういうね、チークをする時とかもふわふわしておりますね。本当は肌触り、顔が痛くなったりとか、すごいチクチクした感じはなさそうで、ですね。はい。そしてそのこのケースなんですけども、こういう風にね、なっております。なので、持ち運びしたい人にも、はい、気軽に持ち運んでもらえる感じで、でなんかこの素材自体がもう、コスメの汚れとか弾いてくれそうな、この辺ビニールな感じですね。乾いてくれて扱いがすごい良さそうな、こういう持ち運びのものになっておりますので、外でね、フルメイクしたいからブラシ持ち歩きたいよって方にもおすすめですね。もう一個の方なんですけど、シルバーの方も同じくこういう風に、こんな風についてるんですけど、なんかね、こっちはさっきのグリはビニールっぽかったけど、こっちはなんかまた違った感じで、こんな感じでケースが入っています。そして、まあこっちはシルバーなので、下がね、色がまあシルバーってことなんですけど、ちょっとこっちのブラシもね、触ってみたいと思います。こっちのね、シルバーの方は、またちょっと違いまして、しっかりしていて、ちょっと肌触りも、ちゃんと伸ばせるっておかしいけど、こう、ちゃんとね、こう、ファンデーションが伸ばせる感じかな。ふわっとした感じ、さっきはふわっとしてたんですけど、こっちはもう結構、一本一本がしっかりしてるブラシなので、まあ、ふわっと乗せたい方は先ほどのグリーンだし、ちょっとしっかりめにこう乗せたいし、メイクしたいって方は、こっちのシルバーかなっていう感じでございます。その一本一本がね、毛がしっかりしてるからね、含みもね、もうふわふわよりは含みあれかもしれないけど、ちゃんとこう、まぶたにフィットとかしてくれて、しっかりこう伸ばしたりできそうかなっていうイメージがすごくあります。全部はしないかもしれないんですけど、これからちょっとこちらの両方ね、使って、メイクをね、していきたいと思います。こちら、
ファンデーションです。下地ちょっと抜かしちゃうんですけど、今回。これはどっちで塗ろうかな。半分ふわで半分ちょっと固めのやつでいこうかな。じゃあ、まず、ちょっとふわふわ系のものを、こちらのファンデーションを塗っていこうと思います。つけちゃいます。はい、こんな風に。で、伸ばします。はい、こんな風にね、確かに伸びもいいんだけど、すごくね、ブラシのね、乗せる感じがすっごい優しいです。でも結構思ったより伸びるから、こんな感じでこう、優しいタッチなところがすごくいいですね。ちょっと固めの方なんですけど、こう見るとね、そういうブラシがちょっとね、入ってない。あ、これがいいか。ちょっと違うかもしれないんですけど、まあ伸ばす感じ、こっちが柔らかい方のグリーンで、こっちがシルバーのちょっと硬い方なんですけど、まあこれがあったのでちょっとこれで伸ばしてみたいと思います。あ、全然ブラシの当たり方が違う。やっぱね、一本一本ね、しっかりしてるからね、ちょっとブラシ使ってますって感がすごい出てるけど、でもね、こっちの方が伸びはね、ちょっと悪いかな。これブラシが違うかもしれないから、なんとも言えないんだけど、こちらの方は、やっぱちょっと硬いだけあって、こう、ブラシを当ててる感が、すごく肌がね、感じやすいっていうか、それが嫌な人にはやっぱり、グリーンの方がいいのかなって感じはあるんですけども、まあ、ちょっと、ファンデーションのね、伸ばす感じが全然違うんですけど、こっちはスーって伸びたけど、同じ感じがなかったので、これを使ったんですけど、まあそれだけの違いなんですけど、まあ好みにもね、もちろんよるので、柔らかく伸ばしてくれるのと、しっかり塗ってるかを出すかって感じですね。はい、ファンデーションはこんな感じでございます。ブラシを違くして塗ってるだけなので、見た目的にはね、変わんないんだけど、で、このパウダーの専用のやつは今回は使わずに、こっちのまずグリーンの方から行くんですけど、これで半分またやってみますね。これはほんとふわふわしてて、柔らかいんですよ、すごく。もうふわって感じなんですけど、こういう風に含ませまして。はぁ、やっぱりこう、このふわふわ感もたまんないっす。こんな感じでふわっとね、こう、パウダーしたい方向けかなっていう感じはします。これからやるより、なんかふわっと乗せた感じは多分ね、出てるとは思うんだけど、ちょっと画像っていうかね、動画だと伝えづらいのがちょっと残念なんですけど。じゃあこれはこっちでいきます。こんな感じのシルバーのやつなんですけど、やっぱりちょっとね、しっかりしてる感じなんですけど、このね、粉含みも違うと思うんだよね。やっぱしっかりついてくれてて、うん。やっぱりこう、肌に、こう、つける感覚が全く違うので、こっちよりこっちの方が、パウダーをしっかりつけてくれてるんじゃないかっていう感じはあるんですけど、こんな感じですね。ちょっと見た目的には全然わかんないと思う。うん。こっちはふわ、こっちはしっかりって感じですね。で、使い心地のことを詳しくっていうか、わかりやすく、まあ伝わればいいなと思って今やってるんですけど、まあ皆さんね、いろんなブラシね、使ったことあるだろうからね、わかるとは思うんですけどね。はい、そんな感じです。グリーンとシルバーのつけたメイクブラシのご紹介なんですけど、とにかくグリーンの方はとっても柔らかい。すごく肌触りが肌に優しくて、とってもふわふわしております。で、こっちのシルバーの方はちょっと固め。このグリーンの方がすごく柔らかい反面、こっちはしっかりしたブラシで、こう肌に当たる感じは本当に密着してこう、綺麗に乗せてくれる感じなので、あとはね、買いたい方の好みではあると思いますけど、私の個人的な意見としては、しっかり乗せたいファンデーションとかね、カバーとかしたいときはやっぱシルバーがいいし、でもパウダーは今日はあんまり乗せなくていいやってときはグリーンだしっていう、こう使い分けをしたいっていう意味で、まあ両方持ってんのがいいかなっていう感じではありました。あとアイシャドウは今日はちょっとやってないんですけど、アイシャドウのブラシもやっぱこれだけの違いがあるんで、今日はこう濃くしたいなって日はやっぱりシルバーを使うし、
ちょっとふわっと今日はメイクをしてる感じを出したくないなって時はグリーンを使うしっていう、やっぱりね、使い分けがいいなっていうのをこのブラシを使ってすごく思ったので、そうやって私と同じように、そう思う方はね、両方買っておくといいかもしれないんですけど、同じメーカーさんからこう柔らかいブラシとちょっと固めなブラシが出ているので、皆さんのお好みでね、選んでいただけたらなと思います。はい、そういったわけで今回メイクブラシのご紹介でした。企業様からね、お話をいただいてこういうご縁になったことを感謝したいと思います。皆さんもね、ちょっとだけしかこう違いの紹介できなかったんですけども、柔らかいかちょっと硬いかっていうのでね、好みでね、よかったらね、あのメイクブラシを新調したい方とかね、お手軽に使いたい方で、本数もそんないらない、今日ねご紹介したブラシをね、ご購入のね仲間にいかがでしょうか。はい、詳しくはですね、あの下の概要欄の方にねリンク先とか貼らせていただきますので、そちらで見てね、ぜひぜひ検討してほしいと思います。今回もご視聴ありがとうございます。サブメインのチャンネル登録よろしくお願いします。下のね概要欄に、こちらのチャンネル登録だったり各 SNS がフォローができるリンク先が貼った一つのサイトが貼ってありますので、そちらからもねフォローやチャンネル登録してほしいと思います。はい、ということでね、今回ご縁をねいただいてメイクブラシ2点のご紹介になったんですけど、本当にね皆さんの好みとは思いますが、こう一つのね企業さんでね、まだ違った感じのねこういうブラシがね発売されておりますので、皆さんも両方揃えたい方、私は柔らかい方がいいわ、私はちょっとメイク濃くしたいからちょっと硬い方がいいとか、好みがねあると思いますが、ぜひぜひね、ご購入していただければなと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。